皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語は超苦手な人の高校受験音読英語の19回目、今回は B 動詞の過去形、ね、B 動詞の過去形について説明します。今回はとても簡単です。 B 動詞ね、am、is、are、現在形は3つありましたよね。でも過去形になっちゃうと2つしかないんです。で、3つが2つに減る。簡単でしょ。で、どんな風に減るのか、過去形になるとどうなるのか、am と is、 これは過去形になると was という単語になります。そして are、 これは過去形になると were という形になります。では具体的な例を挙げて説明していきます。 I'm happy、 I'm happy、 私は今嬉しいの、ね、私は幸せですと、今の状態を表していますけれど、これ昨日嬉しかった、こう言いたかったら、この am の部分、これを was に変えるんですね。で、 I was happy yesterday、 I was happy yesterday、これで私は昨日嬉しかったという過去の文章になるわけです。You are busy. You are busy. あなたは忙しいと、ね。今忙しいということですよね。これ、この間の月曜日忙しかったと。こう言いたかったら、この are の部分、これですね。これが were に変わって、are が were に変わって、You were busy last Monday. You were busy last Monday. こうなります。Mika is out now. Mika is out now. Mika は今外出中です。これを Mika はその時外出中でしたとしたかったら、この is の部分、is ですね。これを was に変えて、is を was に変えて、Mika was out then. Mika was out then. こうなります。この then というのはその時という意味で、過去のことを表す単語です。では問題をやりながらもう少し確認していきましょう。練習、括弧に入る正しいものを選びましょう、ね、こういう問題です、これは B 動詞が3つ書いてあって、その中から正しいものを選ぶんですけれど、この時大切な部分、時間を表す語、これは文の後ろにある。この文の後ろを見て、あ、現在形か過去形か、で B 動詞はどちらを選べばいいか判断するんですね。では問題をやりながら、説明します。括弧1、 They 括弧 studying now、 They 括弧 studying now、 これ後ろ now がある。 now というのは今ですから、これ過去じゃないですよね。ましてその前は study に ing がついていますから、これ現在進行形だって分かりますよね。ですから B 動詞は現在形を選びます。あと i と u、 are と were と was がありますけれど、 they につく現在形の B 動詞は are ですから、ね、they are studying now、 こうなって are を選べばいいということですね。括弧2番です。It got cold last winter. It got cold last winter. 後ろを見ると last winter ってありますね。これこの間の冬で、この前の冬、過去ですよね。この前の冬というのは、ですから B 動詞過去形を選びます。と is と was と were があって、過去形 was と were ですけれど、主語が it なので is の過去形の was を選んで、It was cold last winter. It was cold last winter.、ね、これが正解ですね。3つ目です。I got caught in the hospital yesterday. I got caught in the hospital yesterday. これ後ろを見ると、yesterday。yesterday とあります。yesterday って昨日ですよね。現在じゃないですよね。過去ですよね、昨日って。ですから B 動詞過去形を選びます。B 動詞を見ると am と was と were があるんですけれど、過去形 was と were あって、 I だから am の過去形の was を選んで、 I was in the hospital yesterday. I was in the hospital yesterday. こうなります。4番です。 We got happy then. We got happy then.
ね、一番後ろを見ると then、その時と過去の時間を表す単語でしたね。ですから過去形を選びます、ね、were, was, are がありますけれど、過去形は were と was です。主語が we なので are の過去形の were を選んで we were happy then、 we were happy then、 こうなりますね。では次は、ね、声に出す練習です。私が、正しい文章、これを2回読みます。皆さんは2回目の時、ぜひ私と一緒に声を出して読んでください、具体的にはこういうことです。私が1番だったら They are studying now, they are studying now、 こう言います。この2回読む、2回目の時一緒に声に出してください。ではいきます。括弧1、They are studying now, they are studying now、ね、2番です。 It was cold last winter, it was cold last winter。 3番です。 I was in the hospital yesterday, I was in the hospital yesterday。 4番です。 We were happy then, we were happy then。 いかがでしたか。今回は B 動詞の過去形、ね、am is が was になる、are が were になる、このことについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。